頭いいよ。新越線快速 EL 高崎駅140年とは横川行きです。この列車は6両編成です。ご案内いたします。この列車は9時47分発 EL 高崎駅140年横川号横川行きです。全車両指定席です。乗車券の他に指定席券が必要となりますのでご了承ください。なお本日この列車は満席となっております。指定席券をお持ちでないお客様はご乗車にはなれませんのでご了承ください。乗車番号は前から6号車5号車の順で一番後ろが1号車です。切符に表示されております号車番号と座席番号を確かめください。各号車には荷物置き場がございます。スーツケースやベビーカーなど大きな荷物をお持ちのお客様は荷物置き場をご利用ください。1号車は12番のボックス席、2号車、3号車、5号車は22番のボックス席、6号車は20番のボックス席です。荷物置き場には貴重品や触り物を置かないようお気をつけください。また車内が暑く感じられるお客様は壁に扇風機のボタンがありますのでご利用ください。ご不明の点がございましたら車掌までお声掛けください。発車時刻は9時47分です。列車の編成のご案内をいたします。客車は6両つないでおります。
前から6号車、5号車、4号車の順で一番後ろが1号車です。外回りは2号車、3号車、5号車にございます。外回りは2号車、3号車、5号車、お手洗いの向かい側にございます。また各号車には荷物置き場がございます。ご利用の際は車掌までお申し出ください。続きまして隣の駅と到着時刻をご案内いたします。次の安中には10時4分の到着です。糸で10時25分終点横川には10時45分の到着となります。お客様へお願いいたします。窓から大きく手や顔を出しますと大変危険ですのでおやめください。車内は全車両禁煙です。携帯電話、スマートフォンなどで通話される際はデッキにてお願いいたします。車内マナーにご協力をお願いいたします。いよいよ高崎汽車で起こる電気機関車、ディーゼル機関車の旅客営業運転のラストランが近づいてまいりました。本日は高崎駅開業140年を祝した電気機関車とレトロ客車の特別な車両を心ゆくまでお楽しみください。列車両にご案内を申し上げます。ただいま6両編成の中ほど4号車ラウンジカーではお飲み物のほか大人気の SL グッズを取り揃えまして皆様のお越しをお待ちしております。この機会にぜひラウンジカーでお買い物をされてみませんか。お支払いには交通系電子マネーと現金がご利用いただけます。どうぞお気軽に中ほど4号車ラウンジカーへお立ち寄りくださいませ。それでは EL50 の旅をどうぞお楽しみください。これらの車両は旧型客車と呼ばれ昭和の初めから中頃にかけて作られた大変古い車両です。現在では当たり前のエアコンはございません。客車によっては壁についているスイッチを入り切りすることで扇風機を使用することができます。また寒い時期は SL の蒸気を利用して車内を温めております。一番下の荷物室はご自宅次第のまま時が止まったかのような内装です。荷物室には扇風機がなく床やブラインドは木でできています。また6号車は青色に塗り替えられた車両です。茶色と青色が混ざった本日の編成は昭和50年頃の編成を再現しております。次は安中駅では8分ほど停車しますのでレトロな旧型客車の車内を巡ってみてはいかがでしょうか。それから
常だな。これ基本の1万6000円だって自分で自己満だったんですが、毎日は1万これ終わってるんだけど、マップ歩いて朝出たな。それって僕とじゃあ真ん中からどこまで切れます？20分なんだ。それはすごい。前のアリスホテルに行った中田さんに連れてもらって、今もその中田さんって
鉄道の町終点の横川です。横川の町は薄い峠を控え、江戸時代旧中山道には駅所が設けられていました。明治26年の新越本線全線開通後は専用の機関車区地が作られ、群馬県で最初に走った特急白鳥や白鷹、白山、頭などが薄い峠を越えていきました。平成9年の北陸新幹線長野開業による新越本線の開始で賑わいは去り、今はとても静かです。現在では新越本線の廃線を利用した遊歩道が横川駅から天満アーチの通称眺め出しを過ぎて熊野平までございます。横川駅前の排水溝の下の一部は下水峠を越えるために各都市塔が開か特殊な制度を再利用しております。どんな形か確かめてみてはいかがでしょうか。
口を出まして11時5分の乗り換えです。お帰りの SL 高崎駅140年横川号をご利用のお客様にご案内いたします。この列車はホームに停めておきますが、お客様が降りられますと全てのドアを閉めさせていただきます。ドアを閉めた後は車内に戻ることはできませんので、お荷物などは置かれませんようご協力お願いします。お帰りの SL 高崎駅140年横川号のところから13時45分から午後1時45分までを予定しております。皆様、高崎駅開業140年を祝した電気機関車とメトロ客車の特別な旅はお楽しみいただけましたでしょうか。ご案内いたしました車掌は JR 東日本高崎統括センター乗務ユニットココヤと羽生でした。今日は EL 高崎駅140年横川号にご乗車くださいましてありがとうございました。横川駅から先はどうぞお気をつけていってらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。